コンピコカンピコン春ライブ3期生のうさなピコラピコンとアームとアームアームちゃんチェーラおめでとうアームピコン。いや昨日暑かったなマジで。見ましたか決勝戦、アルゼンチンとフランスの決勝戦ピコだったけど、暑すぎたというかピコちゃんの感情のジェットコースターが激しかったわマジで。もう最初メッシ決めてうひゃーこれ勝った、あディマリアさんも2点目うひゃー勝った勝ったかと思ったらエムバペさんの2点ね後半から一気に取り返され、あーこれ嫌だな、やべえペコこれもしかしてあーもしかしてとなりながらも、あれ延長戦またね点数が巻き返され、最後は PK 戦もう本当に怖くてベコーラ、まあ見てたけどねちゃんとちゃんと見てたけど怖いよ、あんなんさ責任重大やん、蹴る人もそうペコだしゴールキーパーももう責任というかさもう言われちゃうかもしれないペコじゃん、本当にベコーラはもう本当に昨日ね幸せペコでした、本当におめでとうございます、本当にもう拍手いっぱい、そしてペコーラがねなぜかアルゼンチンに行ってました、ペコちゃんだけ枕が なぜかわかんないペコですけども、あのアルゼンチンにいてメッシのなんかユニフォーム着てました 笑ったわペコちゃんも写真見てってあれペコちゃんいつの間にアルゼンチン行っちゃったんだろうと思って、もしやアルゼンチンでペコーラがメッシメッシ言ってるからあれだったのかな、あ、ペコラちゃんはメッシアルゼンチン応援してくれてるんだなって思ってくれたんかなねえ、な嬉しかったわ、あ、嬉しいなと、アルゼンチンの人にもペコちゃんを知ってもらえてる人もいるペコなんだなと思ったらね、ちょっと幸せな気分になりましたということで